はい、こんにちは、入江君です。いつも動画ご視聴ありがとうございます。今日もリバース1999やっていきましょう。はい、バージョン 1.2 が始まったんですが、バージョン 1.2 の目玉といえばやはりこのトゥースフェアリーちゃん。皆さんはもうガチャ回されましたかね？あ、回した。あ、出た。おめでとうございます。あ、出なかった。もうそれはしょうがないからね。はい、ということでして、皆さんいろいろ結果はあると思うんですが、入江君はもちろんトゥースフェアリーちゃん引くまで無限にガチャ回しちゃいます。イエーイ。はい、以前までのガチャの結果なんですが、10連20連、22連ぐらい出てないのかな。その前がリーディアでスリー抜けなので、最高でだいたい48連ぐらいですかね。おい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 、無限って言って最高48連かよ。いやいやいや、48連で出るとは書いてあるけど、本当に出るか分かんないんだから。でしょ、バグとかいろいろあって100万とか入れるかもしれないんだからね。はい、そしてトゥースを引くまでにコーンちゃんを最低1体、いやいや2体引きたいね。だって入江君前回ね200連ぐらいピックアップ回してコーン1体しか引けなかったんだよ。ここで2体ぐらい引いていいでしょ。いやいや、貫突してもいいんじゃないの。もうここでコーン引くためにコーン X 無料配布チケットで X 引いちゃったからね。入江君の無凸のコーンがどこまで伸びるかお願いしますよ。はい、それでは最初の10連いっちゃいましょう。前のガチャと合わせて32連目ね。最初の10連は絶対出ないからね。もうこれは絶対出ません。はい、捨てゲームでしょ。これは出ませんよ。はい、ちょっとだけ回してみる。あれ、金じゃないのこれ。ちょっとやめてよ、みんな怒んないでよ。低評価やめてよ。だって知らないよこれ。これ、あ、これはもう間違いないでしょ。光ってんだもん、黄色に。ちょっとこれは来たんじゃないの。は？ちょっと待ってよ、あれ確定じゃないの。違う？昇格なのかな。まあ最低コーンにしてよ。本当お願いしますよ。何？星何個？これ6個？何これ？はあ？ちょっと待ってよ、ここでコーン引くと思ったから前回の無料配布で X 選んだやないか。なんでここで出てくるの X が。ちょっとピックアップ X になってない？これ祈願の瓶もらえないの？ダメ？お前10連ごときで興奮しすぎじゃない？いや、興奮するに決まってるでしょ。大事な最初の10連なんだから。もうこれは天井まで出ないね。で、コーンも多分一旦も出ないでしょ。これもう絶対出ない。はい、20連目、合計42連目かな？ん？何これ？パステルカラーだ。白っぽいパステルカラー。プレミアムじゃないのこれ。見たことある？ないよね。これトゥース2体引きじゃないの。ちょっとやめてよ。ぐる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 ゴン。これはさすがに来たよね。え、どういうことこれ。丸いマークないよこれ。え、昇格は？え、パステルカラーってダメなの？聞いてないよ。よくコメントでお前ガチャ引いたことないかとかね、あるんだけど、入江君毎回リセットしてるから頭の中。はい、では30連目合計、52連目いきます。もう入江君色とかではね判断しませんよ、もうこれはね。ちょっとだけこすろうか。ちょっとだけこすこすこすって。ん、あれ、なんかさっきの金と違くない？ちょっと豪華な金に見えるけど、どうせ気のせいでしょ。これは気のせいだわ。うん、はい、外れだから全部開けますね。はあ？さっきの金も星5なの？まあ、最低コーンね。すり抜けジェイミーは本当怒るよ。本当コーンじゃないと怒る。頼むよ。星 6？ 星来たんじゃないのこれ、トゥース。はあ？なんでジェイミーなの？いやいや、ジェイミー嬉しいよ、嬉しいけど、コーンでしょ、ここは。ちょっと本当やめて。天井までにコーン引けないやんこれ。ちょっとコーンなんで出ないの。皆さん出てるコーンねえ。なんで入江君のとこに出ないのコーンが。これ何連目？合計42連目だから次が52連目で天井に引っかかる。確率アップの天井に少し引っかかるのか。ここから単発引いたら怒る？怒らない？
怒る。分かった、引かないから、10連いくから。はい、では62連目で確率アップの天井に引っかかります。もう出てもおかしくないからね、これ。もう今度こそ絶対に色には騙されないからね、信じません。イレ君、色はねもう見ないから、もう目つぶってる、目つぶり、あれこれ金色じゃない？え、違うでしょ、ダメな金色でしょ。はい、これダメでしょ。これはでもなんか色違くないね。あれ濃くない？もう絶対濃いよ、これ黄色やん。え、これプレミアムじゃないの？トゥース2体引きでしょ、トゥース2体のコーン3体でしょ。もうおかしいよこんな色。ぐるぐるドン、奇跡の神引き濃い。まだこれトゥース確定じゃないからね、わかんないからね。確定とはなってるけど、いろいろあるからこれわかんないよ。あ、星5も1体あるのか。ちょっとここ上げてみよう。昇格とかあるかもしれないから1個だけ上げさせて。1個、これ何？ UFO ね、 UFO 星3。はい、それでは星6ね、開けます。まあ星6とは限んないからね、降格もあるかもしれないから。降格でしょ。はい、降格来い、降格、コーン来い、コーン、ニューバベル来い。星だって何？トゥースフェアリーだ。はい、ということでして、なんとかトゥースフェアリーさんをゲットしました。はい、あと星5なんだけど、これちょっと開いたら出ないからスキップいくね。出ないでしょ、コーン出ない。はい、出ない。ちょっとほんとやめてよ、俺コーンピックアップ300連ぐらいで1体しか引いてないんだよ。もう嫌だ、コーン突できなかったの。もう当分コーン来ないんじゃないの？2体手に入れる予定できたのに0体か。はい、とりあえずはトゥース1体手に入れたんですけども、皆さん結構引かれてますよね。セルランもねぐーっと上がってますからね。あとね、ちょっと気になったのが12月7日トゥースピックアップガチャが始まった日、イレクの YouTube チャンネルをねポツポツポツと抜ける人がね増えてきたの。皆さんこれどういうことか分かります？あれだけ騎馬戦トゥースフェアリーが強いって言われてきたから、まあいわゆるガチャをね多くの方するんですけども、引けなかった方、ゲーム自体をねやめちゃう方が結構いるんだって。やめなくてもいいですからね。別にトゥースフェアリーがいないとクリアができないとかそういうのはないんだから。ですので皆さんトゥース外れた方ね、やめるとかやめてくださいね。この後シカ娘ジェシカとか来ますからね。これからリバースどんどん盛り上がっていくと思います。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価、ツイッターアットイレイ君8のフォローもお願いいたします。それでは次回の動画が生配信でお会いいたしましょう。